デイミアン・リラードは、アメリカ合衆国カリフォルニア州オークランド出身、NBA のポートランドトレイルブレイザーズに所属するバスケットボール選手。ダメ、DOLLA 名義でラッパーとしても活動する。リラードは、ウィーバー州立大学で4年間プレーし、4年間の1試合平均は24.5得点5.0リバウンド4.0アシストを記録した。 在学中に2回のビッグスカイ年間最優秀、選手賞や3回のビッグスカイオールファーストチームに選ばれ、4年生時にはボブクージー賞のファイナリストにも選ばれた。ユタ州オグデンにあるウィーバー州立大学から2012年の NBA ドラフトでポートランドトレールブレイザーズから全体6位で指名されて NBA 入り。 2012から13シーズン2013年1月のリラード2012年10月31日 NBA デビュー戦でロサンゼルスレーカーズに対し23得点11アシストを記録した2013年5月2日 NBA 史上4例目となる満票で新人王を獲得した2013から14シーズンチームメイトのラマーカス オレドリッチと共に NBA オールスターゲームのロスターに選ばれた。オールスター16回出場のスーパースターコービー・ブライアントは自身が怪我で出場できないながらも多くの得票を集めたためメディアを通じてリラードを推薦した。加えてリラードはライジングスターズチャレンジオールスターゲーム本戦ダンクコンテスト3ポイントコンテストスキルズチャレンジに出場し、 主要イベントでは、シューティングスターズ以外すべてに出場する初の選手となった。2014から15シーズン NBA オールスターゲームのロスターに選出。2015年3月11日のヒューストンロケッツ戦では3ポイントシュート1本を決め、新人から3年連続で3ポイントシュート150本成功という NBA 初記録を樹立した。 2015から16シーズン2016年1月、ラッセル・ウェストブルックにディフェンスされる、リラード作機先発5人のうちリラードを除く4人が移籍するという事態になったが、リラード、CJ マッカラム、アレンクラブといった若手が中心となって、チームを引き、全評判を大きく覆す活躍を見せ、ウェスタンカンファレンス第5シードを獲得した。2月19日のゴールデンステートウォリアーズ戦は、 自己最高の51得点を記録した。2016から17シーズン2017年4月8日のユタジャズ戦でリラードは自己最高をさらに更新する59得点を記録しトレールブレイザーズの一試合歴代最多得点を樹立した。2017から18シーズン2018年のリラード2018年2月18日に行われる。 NBA オールスターゲームに出場することが発表された。2018年2月2日に行われたトロントラプターズ戦で32得点を記録。これによりチーム史上最速で通算1万得点に到達した選手となった。試合はラプターズに130から105で敗れた。また、デビューから最初の6シーズンで通算1万得点2500アシストを記録した。 史上8人目の選手となった。他の7人は、マイケル・ジョーダン、レブロン・ジェームズ、ラリー・バード、ネイト・アーチ・ボルト、ピート・マラビッチ、デイブ・ビン、オスカー・ロバートソン。2月9日に行われた、サクラメント・キングス戦で、シーズンハイとなる50得点記録、試合はブレイザーズが118から100で勝利した。これで、リラードが50得点以上を記録した試合は、通算4回となった。 2月14日に行われたゴールデンステートウォリアーズ戦で44得点、8アシストを記録、ウォリアーズに123から117で勝利した。2月24日に行われたフェニックスサンズ戦で40得点、10リバウンド、5アシストを記録した。リラードは第4クォーターだけで19得点を記録、試合は第4クォーター残り7分半時点で15得点になった。 リハインドを逆転したブレイザーズが106から104で勝利した。3月1日に行われたミネソタティンバー・ウルブズ戦で35得点を記録。試合はブレイザーズが108から99で勝利した。3月5日に行われたロサンゼルスレイカーズ戦で39得点を記録した。リラードは 最終第4クォーターだけで39得点のうち19得点を記録する活躍を見せ試合はブレイザーズが108から103で勝利した。3月12日に行われたマイアミヒート戦で32得点、10アシストを記録、試合はブレイザーズが115から99で勝利し、チームの連勝を10に伸ばした。3月20日に行われたヒューストンロケッツ戦で、 自身の連続 3P シュート成功記録がフランチャイズ記録となる52試合で途切れた。3月27日に行われたニューオーリンズペリカンズ戦で第4クォーターの20得点を含む41得点を記録。試合はブレイザーズ107から103で勝利した。プレーオフでは1回戦のニューオーリンズペリカンズ相手に1勝もできずに敗退。 リラード自身も4戦中20得点超えが1試合のみと苦しいシリーズとなった。2018から19シーズンこの年もエースとしてチームを牽引。プレーオフでも抜群の勝負強さを見せチームをカンファレンス決勝まで導いたが3連覇を狙うゴールデンスケートウォリアーズにスイープされた。オフに ブレイザーズと2021から22シーズンからの4年1億9600万ドルのスーパーマックス契約を結んだ。2019から20シーズン2019年11月8日のブルックリンレッツ戦にてキャリアハイの60得点を記録したがチームは115から119で敗れた。2020年1月20日のゴールデンステートウォリアーズ戦では 60得点を上回るキャリアハイの61得点、10リバウンド7アシストを記録し、129から124で延長戦の末、勝利した。同年1月20日から2月1日かけて、リラードは1試合平均48.8得点を記録した。また1月29日のヒューストンロケッツ戦では、36得点、10リバウンド11アシストを記録し、 キャリア初のトリプルダブルを達成し、チームは125から112で勝利した。この歴史的な記録により、ウェスタンカンファレンスの週間 MVP に選ばれた。1月30日にリラードは5回目のオールスターに選出されたが、素刑部の負傷により出場できなかった。2020年6月30日、リラードは NBA 公認のゲームである NBA に K21 の カバーアスリートに選ばれた。同年8月11日のダラス・マーベリックス戦で、リラードは、キャリア敗退の61得点8アシストを記録し、ブレイザーズは134から131で、勝利した。1シーズンで3度の60得点超えは、ウィルト・チェンバルンが1962から63シーズンに達成して、以来、史上2人目となった。 2020から21シーズン2021年1月30日のシカゴブルズ戦にてシーズンハイの44得点を記録。チームは123から122で勝利した。2021年2月17日のニューオーリンズペリカンズ戦でリラードは43得点キャリアハイの16アシストを記録した。また1試合で40得点15アシスト以上を記録した。 NBA 史上12人目となった。プレーオフの第1回戦、デンバーナゲッツとの5戦目で、リラードはプレーオフのキャリアハイとなる55得点を記録し、プレーオフ記録となる12本のスリーポイントシュートを沈めた。プレーオフでのブレイザーズはシーズン同様にリラードが孤軍奮闘し、第六戦まで粘ったが、六戦目でナゲッツに二十六から百十五で敗れ、 ブレイザーズは過去5年間で4回目の1回戦敗退となった。2013から14シーズンプレイオフ1回戦でチームはヒューストン・ロケッツと対戦。3から2とシリーズ大手をかけてホームで迎えた第6戦は負ければロケッツのホームで第7戦を戦わなければならず。また4月28日に制挙したジャック・ラムジーへのトぶらいの意味も込めてチームは何としてもホームで プレイオフ一回戦突破を決めたいと考えていた。4球はシーソーゲームの展開となり残り10秒を切ったところでリバウンド絡みでこぼれたボールをロケッツのチャンドラパーソンズに得点され残り0.9秒で98から96の2点リードを許す絶対絶命の展開となった。その後タイムアウトを経て残り0.9秒でニコラス・バトムからパスを受けた。 ディラードは体が流れながらも3ポイントシュートを放ち、くしくも先ほど得点したチャンドラーパーソンズのブロックの手を越えて成功。99から98でチームは勝利し、14年ぶりにプレイオフ1回戦を突破した。この劇的なブザービーターは、かつてのチームエースでオールスタープレイヤーのブランドンロイが2008年に対ロケッツ戦で決めたブザービーターと、 パスを出した場所とショットを放った場所が近かったこともファンにとって感慨深いものであった。試合後、リラードは MC からマイクを受け取ると、リップシティーと叫び、インタビューでは、間違いなく俺の人生で最も大きなショット、これまでのところはね、とコメントした。プレイオフでシリーズを決めるブザービーターを成功させたのは、伝説のナビージー・ジョン・ストックトンが1997年に、 ロケッツ戦で決めて以来である。その後2018から19シーズンのプレイオフ1回戦で、オクラホマ式サンダーと対戦。3勝1敗で、シリーズ突破に大手をかけて、ホームで迎えた第5戦、互いに譲らず115から115の同点の残り15秒で、ブレイザーズボールとなり、リラードはボールを保持し続け、残り2秒となったところで、 ハーフコートに近い位置からポールジョージのブロックを超えて3ポイントシュートを放ち、再びブザービーターを成功させる。これが自身2度目のシリーズ突破を決めるブザービーターとなった。2020から21シーズンのプレイオフ1回戦、レンバーナゲッツとの第5戦にて第4クォーター終了間際と1度目の延長終了間際に3ポイントをねじ込み、 二回のブザービーイーターを決めた。またこの試合でリラードは52分プレーして、球団のプレイオフ記録となる55点記録しており、フィールドゴールは17、24、3ポイントは12、17、フリースローは9、10という脅威の成功率を叩き出している。オフェンスに関してはオールラウンドな能力の持ち主で、 ドライブインから3ポイントシュートまで多彩な方法で得点ができる SG よりの PG。フリースローも得意としており、成功率は通算で80%を超えている。最大の特徴は驚異的なクラッチ力で、統計上、現在 NBA 屈指の勝負強い選手とされている。リラードが勝負どころで次々にシュートを沈める。時間帯は、テームタイムと称され時計のセレブレーションが、 特徴とされている。https, denver, spenition.com, denver nuggets,2012,6、8、3072,582,2012,NBA ドラフトコンバインメジャーメンツダミアン、リラードウィズアバブアベレージ、denver.sbnation.com、2020年12月13日閲覧。NBA 新人王、満票で、 ダミアン・リラード。nikkansports.com。http://www.nikkansports.com/sports/news/f/sp/tp4/201 でミアン・リラードが、球団記録の59得点、ブレイザーズが、ジャズに、 勝利三万五百二から百十二万千四十三 h t m l 二千十三年五月十六日閲覧リラードスコード A キャリアハイ十一ポイントアゲンストゴールデンステートハットリラードセッツ A ニューフランチャイズレコードウィズ五十九ポイントデイミアンリラードが球団記録の五十九得点ブレイザーズがジャズに勝利 NBA ジャパンハットブラッドリービールビクターオラディポ クリスタプス・ポルジンギス、カール・アンソニー・タウンズが初選出。NBA.com。2018年1月25日閲覧。AB、デロザン、S ・シューティング・リフ・ツ・ラプターズ・オーバー・ブレザーズ130から105。ESPN.com。ESPN、2018年2月17日閲覧。ダミアン・リラード・スコアーズ・シーズン・ハイ50ポイントイン、3クオーターズ・アズ・ブレザーズ・ウィン。 espn.com.espn 2018年2月17日閲覧。リラードハズ h a 44ブレザーズオーバーカムデュラント S50 ビートウォリアーズ。espn.com.espn 2018年2月17日閲覧。リラード r d s レイップアフターサンズターンオーバーギブスポートランドビクトリー。espn.com. ESPN 2018年2月26日、閲覧。ブレザーズビートティンバーウルブズ108から99フォー、フィフスストレートウィン。e s p n c o m e s p n 2018年3月5日閲覧。リラード・ラリーズ・トレイル・ブレザーズ・フォー108から103、ウィン、オーバー・レーカーズ。e s p n c o m ESPN 2018年3月6日閲覧。リラードブレザーズビートヒート115から99 4ォーテンス,ストレートウィン。e s p n c o m e s p n 2018年3月14日閲覧。ロケッツウィン115から111数スナップブレザーズ13ゲームウィニングストリーク。e s p n c o m ESPN 2018年3月21日、閲覧。リラード S41 ポインツリフッツブレザーズパスト、ペリカンズ107から103。ESPN.com。ESPN 2018年3月28日、閲覧。デイビス47ポインツリーズペリカンズ2スイープオブトレイルブレザーズ。ESPN.com。 2018年4月23日閲覧。ブレザーズ・ルーズ・ツー・ネッツ・ディスパイト・ダミアン・リラード、エス・キャリア・ベスト60ポイント。e s p n c o m 2020年2月9日閲覧。ダミアン・リラード・スコアーズ61、セッツ・マルティプル・レコーズ・イン・ MLK でウィン。n b a c o m 2020年8月13日閲覧。ブレザーズ。 ダミアン・リラード・レコーズ・ファースト・キャリア・トリプル・ダブル。NBA.com。2020年8月13日閲覧。フリーマン・ジョー・プッティング・ダミアン・リラード・エス・スコア・リング・ラン・イン・トゥ・ヒストリカル・パースペクティブ。orgonlive.com。h t t p s w w w o r i g a n l i v e c o m ブレイザーズ2020-02。 プッティングダミアン・リラードス・スコアリング・ラン、イントゥ・ヒストリカル・パースペクティブ、HTML2020 年8月16日、閲覧。ダミアン・リラードネームド、NBA ウエスタン・コンファレンス・プレイヤー・オブ・ザ・ウィーク。NBA.COV。2020年8月13日、閲覧。ジェイラン・ブラウン、ダミアン・リラードネームド、NBA プレイヤーズ・オブ・ザ・ウィーク。NBA.COV。 2020年8月13日閲覧。ジミー・バトラー、クリス・ポール、ラッセル・ウェストブルック・ハイライト・リザーブス・フォー,オール、スター・ゲーム2020、n b a c o m 2020年8月13日閲覧。ダミアン・リラード・セズ・ヒール・ミス・オール、スター・ウィーク・エンド・ウィズ・ストレイン・ド・グレイン、n b a c o m 2020年8月13日閲覧。 ランドバーグ、ロビン、ダミアン・ディラード、ポートランドトレールブレイザーズ・ポイントガード・プラブス、トゥデイズ・ NBA ・プレイヤーズ・アレベター・ザ・ニエバー、スポーツ・イラストレーテッド、SI.com2020 年8月13日閲覧。ヤング、ロイス、ポートランドトレールブレイザーズ、ダミアン・ディラード・ヒッツ・プラフ・レコード 123S イン2、OT ロス、ESPN.com 2021年6月2日閲覧。ナゲッツ vs トレールブレイザーズゲームリキャップジューンさん 2021espn.espn.com2021 年6月4日閲覧。ダミアン・リラード・スタティスティックス w w w b a s k e t b a l l r e f e r e n c c o m 2020年12月13日閲覧。ラブロン、バトラーマングモーストクラッチプレイヤーズイン NBA。NBCSPOORTS.com。2020年12月13日閲覧。ダミアン・リラードツイッター。ありがとうございます。